はい六六ゼロ六六ゼロはいでしょうえーと会話のえーと会話に適切な言葉を入れてくださいってことですねはいアンディが来ましてウッドマインでウッドマインこれねあの これで覚えておいてくださいよもうね宇宙マインドでしょあなた嫌ですかって聞いてるんです何してくれますかってもう考えるのがいいよこれ入試特に入試の時はね絶対にこれ足引っ張られるからねで宇宙マインド嫌ですか何々すること Lending me your car tonight 今夜私にあなたの車を貸すことあなたが私にあなたの車を私に貸すことそれをあなたはマインドしますか嫌ですか 聞いてんです、okay? そしたら、ゆたかちゃんが聞かれた,ゆたかちゃんが何とかって答えた後見てください、アンディがそれは素晴らしい、ありがとうって言ってるんだから嫌じゃないんでしょ嫌かなうん、嫌じゃないよ、全然って言ってるわけでしょはい。っていうんで、嫌じゃない、ないっていうことで、ノーが入っている、丸一が正解ですね。ですか嫌かな Whoa,、uh, ?Well, I guess not. まあ、ちょっとゲスだからねあんまり断定はしないけどうん多分ノットでしょう、ね、嫌じゃないなまあ大丈夫じゃんっていう,うに言ってるわけねはい2番答えた人多いと思いますが「Of course I」「もちろん嫌ですははっ」<laughs> っつった後で「Thank you」って言うわけないんでね嫌だっつったらなんで重ねんだおめえって話になるわけですから、はいえー、2番は引っ掛けでこれでね大多くの人がこれ選んじゃうと思うんだけどね 違いますよ、えー、3番もイエスになってからはい嫌ですよーつってんでねこれ変でしょで4番 No ここまでいいんですい嫌嫌じゃないよ I don't think I can 貸せるとは思わないねつってんだからもう矛盾してますよねはいってんで1番が正解ですい、661番いきまして Do you think we will be able to go to the mountains tomorrow?Why do you ask? これ流れ分かりますかねソニアちゃんがね、あのー、明日山に行けるかな登れるかなっていうふうに言ってるんですね。はいそしたら、なんでそんなこと聞くの気が変わったな行きたくなくなったのな中止になったのえ天気だめえっていうような、なんか来そうですね。18、えー、そこの括弧の時ね。そしたらですね、ソニアちゃんがですね、いやいやいや、違う、そういうことじゃなくて、あんまり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 、あん t り、あ t i り、あんま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  明日雨かなと思ってねそれが心配だっていうことですはいということで明日行けるかなっていうのがですね予定とかじゃなくて天気大丈夫かなっていうぐらいの軽い質問だったわけですねはいというのを押さえておきますそうすると答えはですね4番になりますというのはですねこの陽子さんはかなり心配なんでそんなの聞くのえもしかしてダメなのっていうのはな心配したニュアンスがありますから丸4を選ぶと「has there been any change of plan?」 計画が変更になったのっていうふうに聞くわけですね。いやいや違う。ただちょっと天気が気になったっていうだけです。はい。でね、うーんとね、ここね、これ選んだ人多いと思うんで、3番、Don't you wanna go? ここまではいいんです。素晴らしいんですよ。なんでそんなこと聞くのその後ですね、Don't you wanna go? 行きたくないのいいよね。で、行きたくないのって言って、次見てください。No! 何ですか、これ。 ここね長文でもね内容一致その他でここ多分ね5点から10点差がつくとこですから怖いからちょっとやっとくよ以外なんで聞くのって言って行きたくないのでしょここ気をつけてね否定疑問ってやつよね怖いんだよね えこれが誰だっけえよ、ー、うちゃんがこう聞いたでしょそしたらソニアちゃんがですね No これ日本人の感覚だと「行きたくなくなっちゃったの?」「いや違う違う,違うそうじゃなくて天気が気になってね」それ日本人の感覚なんでこの No は行の、うん「行きたくないの?」「うん行きたくないの?」の No ですよここのは Do not want to go 行きたくないのうん行きたくないのになっちゃってでその後でいやただ,ただ天気が気になっただけよって繋がんないんだよねいいですかだからここ選んじゃった人はねまあいい間違いって言えばいい間違いだけどすごいあの後々いろんなとこで影響してきますからこの否定疑問ってやつの時の答えね これ、十分気をつけてくださいね。はい。いいですかはい。えーと、それで、次ですね。えーと、662番ですね。662番。はい。えーと、今度はね、Good morning! Here's a go! How did your speech go? この聞き方大丈夫ですかね ?How did 何何 go? 直訳いきましょうよ A はどのように行きましたかっていうんで A という、まあ、今回はスピーチかねスピーチがどのように行きましたかどのようになったかうまくいった失敗しちゃったどうっていう時にねこのパターンで聞きますねスピーチどうだったよはい「The audience received me warmly、はい」聴衆オーディエンスですね聞いてる人たちは私を温かく迎えてくれましたでもねかなそれそしてかな ちょょっと置いておきましょうその次のジムをに発言読んでください。Natural それは当然だよって言ってるんですね。当然なことが19で言ってるんですね。聴衆は温かく迎えてくれて、さあ次当然なんですね。スピーチをする人にとって当然なことって何ですか ?2 番でしょう。常識です。I was still a little nervous。ちょっと緊張しちゃったって言ってるんですね。これ当然でしょはい。2番が正解です。何が当然かな っていうふうに考えればねおのずと答えは分かってきます他の選択肢みあ、その前にこのねスティル怖いよスティルね But I was still a little nervous このスティルはまだ緊張してたじゃないよ温かく迎えてくれたそれでもやっぱりっていう意味のスティルだよスティルはね長文読むときも怖いんだよね、スティルまだ何何してるって言うときもあるでしょ そういうい時のまだっていうのもあるけども今回はそれでもやっぱりよく言うんだよいろいろ喧嘩してなカップルが「still I love you」でもやっぱりお前好きだよなあっていう時に、ね、それでもやっぱりこの「still」使うのね。はい、っていうふうにえここは「それでもやっぱりまだ緊,緊張しちゃったわ」って言ってね。はい、で、えー、それは当然だよってことですね。 で、えー、他のところは、何、えー、だっけな、I feel very comfortable。この1番ね、あのすごい心地が良かったと。なわけはないですね。3番、But I look forward to the next change. あ、チャンスですね。えー、次のチャンスを、えー期待,えー、待ち望んでいる。これは繋がらないですね。それは当然だよっていうところにね、繋がりませんからね。はい。で、えー、と私はマネージ to どうにかこうにか落ち着いていました。っていうのも後ろと繋がらないですね。